このつなぎ目のとこ温めます。これが最高にうまい。今回ですね、いやもうやってまいりました。すごいリクエストがあったレシピでございます。至高のオムレツ。まあいろんなオムレツ動画かなり出てると思うんですけども、おそらくですねこの作り方されてる方ってあんまりいないんじゃないかなっていうレシピを引っ提げてきました。卵2つで作るオムレツですね。巷でやられてるオムレツって大体卵3個ぐらい使うんですよね。卵3個って1人で食べる分だとでかくないですか、なんかオムレツだけでお腹いっぱいみたいな。2人で食べるんだったらすごくちょうどいいんですけどね。作り方も結構特殊です。できる限り練習せずに美味しいオムレツが作れるようにかなり試行錯誤したレシピだから技術はそんなにいらないと思います。なんで今回はこのオムレツやっていきます。リュウジのバズレシピ。材料なんですけども卵2つ、できれば L サイズ卵2つがいいですけども、なければ M でも構いません。大きめの方がいいです。はい、冷蔵庫から出したての冷たい卵を今回用意しました。はい、で今回はホワイトペッパー、これあればでいいです。これあればホワイトペッパーで、なければ普通のテーブルの細い、ね、粉の胡椒で、粉のテーブル胡椒でいいです。はい、であとはもう概要欄に調味料が書いてありますんで、そちらを参考にしていただければなっていうふうに思います。至高の、半熟オムレツを作るわけなんですけども、オムレツはオムレツでやっぱ包まなければいけないっていうところがあるんで、私ちょっと緊張しております。緊張しておりますので、緊張をほぐすために飲んでいきたいと思います。はい、あしらちゃん、これぐらいね流して、じゃあ自らの思考にし緊張をほぐしていきたいと思います。かわいい、くぅ、何でもできるということで、それではやっていきたいと思います。まずですね、ボール用意してください。ボールに卵を2つ割っていきます。2つぐらいが、ね、一番食べやすいと思います僕は。はい、でここで僕の場合なんですけども、まずここでと卵を溶きます。で塩をね入れるんです最初に。で塩の分量は 1g、 1g っていうと大体小さじ6分の1なんですね。これぐらいですね。大体まあ一つまみっちゃ一つまみです。一つまみのお塩で、お塩を入れてよく溶いていきます。泡立て器でぜひ溶いてください。と箸でやる場合もなんか泡立てるっていうよりはこう卵のコシを切っていくような感じでやってった方がいいと思います。卵黄と卵白って加熱されて固まる温度が違うんで、これを一緒によく混ぜておかないと焼きムラができてしまうっていうところがありますね。はい、最初にお塩をね入れておくことによってタンパク質のね緩みができるんですよ。そうすることによって最初に塩を入れて混ぜて置いておくことによってふんわりいくようになります。だから塩は最初に混ぜてください。この状態で調味料を入れていきます。胡椒、臭み抜き、卵の臭み抜き、僕は2振り入れます。はい、で、お水大さじ1杯。これなんでお水入れるかっていうと、大体牛乳でやる方いらっしゃると思うんですけど、僕牛乳も牛乳常備しないタイプなんで、水入れます。水を入れるのはなんでかっていうと、ふんわり半熟の、オムレツを作りたいんで、水を入れることによって水分を含ませてふわっとした仕上がりにさせていくっていうことですね。とろっとした食感になります。味の素1振りだけ入れてください。はい、これでオムレツだけでも美味しいオムレツになります。あともう一つ片栗粉、片栗粉小さじ半分入れてください。はい、これ重要です。片栗粉を入れることによって、片栗粉って、熱が加わるととろみが出る性質があるんです。この卵に入り込んでいくことによってとろっとした食感になります。熱が加わるとね、とろみが出てくるんだよね。まあもしダマになるのが怖いなっていう方は、水大さじ1杯に片栗粉を入れてから混ぜた方がいいかもしれないですね。はい、僕は洗い物が多くなるからやらないんですけども、この卵液最高のオムレツになります。でこれから焼きですね。はい、じゃあやっていきたいと思います。今回はサラダ油で焼いていきます。バターとか、オリーブオイルとかはもう好みでいいです。はい、なんですけども、今回はまあどこのご家庭でもある、サラダ油でやっていきます。火は弱めの中火、中火と弱火の間ぐらいですね。こんな感じですよ。この火で、よく温めていきます。でね、これ温めるっていうのが非常に重要ですね。最初に、卵を入れた時にブワッとこう半熟に、していきます。テフロンパンですね。テフロンの、フライパンを用意してください。これの方が剥がしやすいです。鉄のフライパンでもできなくはないんですけども、鉄のフライパンだとねちょっと難しいです。だから必ずテフロン使ってください。で、流す前に必ず、卵を1回混ぜてください。
箸でちょっと混ぜてください。あの片栗粉は沈んでる場合もありますから。はい、では入れていきます。はい、こんな感じです。緩やかに今、なってると思うんですけど、一回も外しちゃいます。で、こうやって手早く、はい、そこをなぞるようにちょっと火から離して、こんな感じでとろっとさせていきます。わかりますか、こんな感じね。で、この周りのをこうやって入れ込んでいく、はい、入れ込むときにはこのヘラ使ってくださいね。こういう風に入れ込んでいきます。はい、で、これぐらい動かなくなったらですね、動かなくなったらもう火止めちゃっていいです。はい、動かなくなったらこんな感じで、こんな感じでね、まとめながらこっちの方に入れ込んでいきます。はい、でそしたらちょっと火つけます。で、ここで少しね、このつなぎ目のところ温めます。温めますよ。はい、で温めたらこれを手前にひっくり返していきますよ、皆さん。手前に、いいですか。こうひっくり返せますからね。左手も使ってくださいね。左手使ってこう、はい、ほら綺麗。これで完成です。こうフライパンの端に寄せてくださいね。そうするとこれ乗せるときにもうこのままね、このまま滑り込ますよね。はい、これが僕流のオムレツ、半熟オムレツ。これ非常に美味しいです。はい、じゃあ切ります。トロトロ感、なんかほらこのトロトロ、これが最高にうまい。ということで至高の半熟オムレツ完成でございます。はい、それではできました。出た時間が経つとどんどん固まっちゃうんですよ。まず食べてください。このままプレーンでめちゃくちゃうまいんで、いただきます。とろとろ、胡椒も効いててめちゃくちゃ美味しいです。このままでも十分うまい。塩の味もついてるので、ここでオムレツですからケチャップですね。ここにケチャップが入るとまた爆発的にうまみが加わるんで、非常にこの対比が美味しいです。とろとろケチャップうまいです。やっぱりね、中がトロトロなんで、もう口当たりがすっごいまろやか。日本人で半熟好きじゃないですか。プレーンも美味しいんですけど、ケチャップが入ると全然違いますね。いや、もうこれとパンさえあれば朝食完璧ですよ。朝ね、一人でね、卵3個は結構きついと思うんで、2個です、これ。味の素うまみも少ししか入ってないんですけども効いてます。味の素卵ってすごくね相性がいいんでね。じゃあ食べたい人いますか。はい、じゃあ乾杯。いただきます。そうです、プレーンで。まずプレーンで。うまいっしょ。やばうまいっしょ。うまいのよこれ。すごい、外の感じと食感の対比やばいっしょ。やばい。ケチャップがね、これで食べてみると、あ、ケチャップってうめえんだなってなる。プレーンでも結構普通にちゃんと味ついてた、ね、プレーンでもめっちゃうまいでしょ、ケチャップなんですよ。朝ごはんこれですね。うまいよね。すごいこれね。最初作った時びっくりした。すごい、片栗粉入れるとこのトロトロの対比ができるから。すごいね。そう、難しくない。卵も割れにくくなってるから。これね、2回ぐらいやってマッサージできたから。おハードルは結構低め。ハードル低い。で、ちょっと形崩れちゃったとしても、中トロッとこの方法だったらいくから、作ってみてほしい。すごいね。そう。で、材料もすごい少ないから、家にあるもんばっかじゃん。全部。全然プレーンでもめちゃくちゃ美味しいし。これね、俺発見だと思う。すごい。はい。なんで、もう達也もやってみてください。これはちょっと待って。これ、卵さえあれば家にあるもんだけできるから。よし。
そこは得。はい、ということでですね、至高のオムレツいかがでしたでしょうか。なかなかうまくオムレツが作れなかったっていう方もこのやり方すっごくいいと思いますので、ぜひやってみてください。今まで食べてきたオムレツと一線を画すぐらい美味しいオムレツになると思います。朝食にもランチでももう本当に添え物にすごくいいんで、皆さんぜひやってみてください。これね、実を言うとオムレツすげえ苦手なのよなるほど。そう、苦手なの。だから、他の人たちがやってるみたいに卵だけでみんな作るのよ、まあ、技術があればできるんだけど、俺あんま技術ないから卵に関しては、ね、確かに難しい、ね、むずい。